10番第34節横浜市対横浜 F マリノス両チームスターティングレベルの発表です。まずはマッチコミッショナー審判団の発表です。マッチコミッショナー川本博史、主審佐藤隆二、副審原上聡、副審浜本雄介、第4審判上田雅也、以上になります。この後は横浜 F マリノス選手会です。マリノスサポーターの皆さん、ようこそ我らが日本ズミッサーへ。それでは横浜 F マリノススターティングイレブンの発表です。21番ゴールキーパー梶川裕司、27番ディフェンダー松原健、15番ディフェンダー伊藤真人、44番ディフェンダー畑中慎之介、16番ディフェンダー高野亮、6番ミッドフィルダー大木原貴寛、8番ミッドフィルダー木田拓也、39番ミッドフィルダー天野純、18番フォワード水沼孝太、45番フォワードオナイン・アドー、38番フォワード前田大然、続いてリザーブメンバーのご紹介です。34番ゴールキーパー中林博嗣、19番ディフェンダー実藤勇輝、25番ディフェンダー小池隆太、7番ミッドフィルダー大津裕樹、26番ミッドフィルダー渡辺孝太、33番ミッドフィルダー和田拓也、43番フォワード松田栄太郎、アンジェ・ポステコグループ。横浜市